昨日まで知った情熱が今消えてしまいそうな、ああロンリーな綺麗事なんか脱ぎ捨ててしまえ、胸の中でお前、ああ熱い思い出なんか振りほどいて、眩しい場所見つけてやる気持ちよすぎてですね、はい、もう一回歌わせてもらっていいですか。ダメだ。ありがとうございます。ありがとうございました。練習めっちゃしました。これすごい、ありがとうございます。いやでもこれ一盛り上がりましたよね。いや、はい、ようやっていただきましたよね。あのゴリさんが投げたタオル、阿部ちゃんの私物です。はい、ごめんなさい、あの阿部ちゃんがさっき買ったやつですから、ね、さっき買った。大丈夫です、あのゴリさんに弁償させますんで、阿部、ちゃんのね香りつき。ああよかったよかった、ね、ありがとうございます。いやでもあのー今回夏祭り、はいはい、ね、毎年出させてもらってますけど。そうですよ。まあ、あのめでたいんですけど、矢野ちゃんが、はい、娘さんが生まれましたね。はい、ありがとうございます。矢野パパ、矢野パパですね。矢野パパに昇格ということで、あ、ペペの方が下なんだ。ペペの方が下です。昇格したということで、はいはい、ありがとうございます。名前がペジカルペッコですよ。違いますよ。ペジカルペッコちゃんってそんなわけないじゃん。違いました。違うのよ。何でしたっけ。七瀬ちゃん。七瀬ちゃん。ありがとうございます。ね、3人パパになりましたから。そうです ね、ありがとうございます。でも今日もこれたくさんの人が来てくれておりますが、リアルに4万人じゃないですか。いやだからリアルではないの。ドームで試合終わった人がそのまま来たんかなと思って。いやそのままみんなタオルとか皆さん来てくれてます、ね。皆さんお子さんをケアしてね。そうお願いします。あとあの暑いんでね、熱中症とか気をつけていただいて。はい、ちょっとまた聞いてみますか。あ、高齢でございますからね。福岡から来たという方。福岡県内。ありがとうございます。はい、やっぱ多いですね県内。はい、じゃあ関西地方から来たぞという方。おい。どこからどこから。京都から。ありがとうございます。関東から来たという方。おお。いらっしゃる。関東どこです。横浜。横浜から浜東。どこですか。はい。え、チェコ。チェコってない。チェコから。チェコ来ないでしょ。これから海に。なるほど。ありがたいですね。それよりも遠いぞという方。あ、いた。堀さん。東京から。
今関東っていやいや、でも横浜より遠いじゃん。もういいじゃん、横浜より遠いじゃん、そこはいいじゃん。東京より遠いって方、うわ奥の方いらっしゃる。あ、いろいろ確実に外国の方です。外国の方ですね。本当や、アメリカ。どこアメリカ。アメリカから。あ、本当や、アメリカ。新記録出た。なんて、あの、繋いでもらっていいですか。なんて言ってるんですか。伝言で、どこから来たんですか。京橋。え、繋いで、みんな、みんな繋いで。え、めちゃくちゃ近いじゃないですか。なんで佐賀、お隣、なんで佐賀で来られたんですか。バリバリ、あのね、あの、外国の端正な顔立ちなのに。外国の方ですよね。え、ま、アメリカ出身の佐賀出身、ややこしいわ。アメリカ出身、佐賀在住、めっちゃ近いし。結果佐賀から来たんだよ。佐賀から来たということ。いやでも斉藤、俺もっと人が集められるんじゃないかと思う。お、なるほど。なんかもっと人集められるんじゃないかと思いません。ちょっと集めてくれませんか。お前、昨日藤本さんにもパクられましたからね、はい、ちょっと頼む。じゃあ行きましょう。全ての半径、はい、どこから集めましょうか。佐原区くらい、三瀬あたりから。そんな遠くから。もうあの佐賀県内も全部。わかりました。はい、もう原型がないの。もう原型がないの。インデペンデンスデーがさ、もうアダモちゃんペイでしょ。いや違います。全然別です。いや一緒やんか。いやすごいですね。でもちょっとね、心配してることあってね、ちょっと雲がね出てるんですよ。雨とか降らんかった。野外だったらあれだから、やっぱ矢野ちゃんの天気を呼ぶ、うん、あ、これ出てますね。紙書いてある。ペペロンチーノって書いてますね。これ最近出たばっかりで、舞台でするのは初めてだけど、いけるんですか。そうです、あれ、雨をこう雲を晴らす。いや、もうすごい、もう雨雲がすごい。全然来てないじゃん。雲一つないって言いたいから、うん、ちょっとやってみてよ、うん、これね、なかなかの空気になるけど、皆さんもういいのよ。いい清涼剤今後に生かしたいんで、はいはい、一回やらせてくださいね。いいですか。いけよ、全力で持ちましょうか、大根。はい、途中でダメだったらもうストップするから。はいはいはい、いけるよ、矢野ちゃんパパなんだから、いけるよ。行こう。はい、いきます。ペペロンチーノ、ペペロンチーノ。いや、ステージには